やたくん見てこれ。はい。ロルなんだよこれ。これがロルってやつ。これがロルってやつで、実は私このゲームやってて、はあ、ちょっと楽しいんだけど、どう？最近ね、あのネットフリックスでアニメとかもやってたしね、そうそうそう、ツイッターでもよくプレイ動画見てたからね。ただ動画見てるだけだと何してるかよくわからんのよね。まあそうだよね、そういう人多いと思う実際。だから私が教えてあげる、このロールの楽しさを。あ、一方的に。一方的に。一方的だ。まあプレイするのはちょっとハードル高いだろうから、うん、見てて何が楽しいのかっていうのを分かってほしい。あ、いいね、観戦勢。そう、ちょっと見てて、そこでレッツゴー。じゃあひとまずこのゲームは何をしたら勝ちかっていうところ。まあまずそこから分かんないよね。やっぱりこのゲームの勝利条件は敵の陣地の一番奥にあるネクサスっていうオブジェクトを破壊することです。ああ、石みたいなやつね。そう、道にタワーが立ってるでしょ。これを壊さないとネクサスのとこまで行けません。はい。なんで自分のタワーは壊されないように、まあ、敵のタワーは壊すような動きをお互いに邪魔とかし合いながらわちゃわちゃやります。40分。やば。まあでも要は敵を全員引きずり倒せばいいって話だね。まあそうなんだけど、あくまでこのさっきも言ったけど、このネクサスとタワーを壊すことがゲームの目的だから、敵殺してるだけだと実は終わらないんだよ。うわ、怖。何が？あ、うっとしい、うっとしいなそれ。ん？そのカチカチカチ、これ見逃しカチカチが。あ、これね、これはごめん、移動してるだけ。移動をしているだけでそんなに世話しなくなるのかそれ。いやそうなんだよね、これクリックで移動するゲームで。クリックで移動。そう、 MMO とかでたまにあると思うんだけど、動いてるだけなのよ、許して。そんなカチ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 いっぱい動かないといけない。これも一応意味があって、ランダムウォークっていうんだけど、攻撃をね当たりにくくする手段なんですよ、うん、棒立ちのままだと敵の攻撃に当たりやすくなっちゃうから。あれだな、ルパンが弾避けるのと同じだ。あ、そうかもしんないね。例えばね、お互いに強力な方向視点のスキルを持っているチャンピオンがいるとします。はい。あ、え？チャンピオンっていうのはこれらのキャラクターのことで、方向視点のスキルっていうのはあれか、マリオカートの緑コーラだな。あ、そういうやつで、ちなみに赤コーラみたいに絶対当たるスキルっていうのもあって、まあそういうのはちょっと仕方がないんだけれども、緑コーラだけでも避けようって話で、コーラ当てようって思った時に敵が棒立ちのままだと狙いやすいけど、常に分かれていると狙うのが難しいよねって話。ああ、バタバタして避けてるってことね。そうそうそう、結局うろうろしてるように見えるけど、一応頑張って動いてるってことだ。うん、まあ、牽制し合いながらずっと機会を伺っているわけですね。ちなみにね、慣れると無駄にずっとカチ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 ねしちゃいますけども。うるさ、本当に。今更だけどこのゲームキャラクター多くね。そうなんだよね、今の時点でも150体以上いるらしい。150体ぐらい。150か、さすがに分からんくなるな、キャラクターで。いつもその鳥使うな。あ、これはラカンって言うんだけど、まあ、ザヤっていう女の子がキャラクターとしていて、この2人はセットで出てきていてね、カップル、ダーリン。ダーリンね、ダリフラでしかもうダーリンを俺は聞いたことがない。ダリフラ面白いよね。ダリフラ面白い。ちなみにこれだけのキャラクターがいるんだけど、まあ、ある程度役割分担があって、例えばこのラカンは敵の動きを止めたり味方を守るのが得意なんだよ。だからサポートっていう役割の人が使うキャラクターなんだね。大体どのゲームでもヒーラーとかいるもんね。私？うん、そうね。まあでもヒーラーっていうのがこのゲームなくて、ないっていうか、いわばサポートに含まれるんだけども。ちなみに相方のザヤは攻撃力がとっても高いから、アタックダメージキャリー、略して ADC っていう役割の人が使うんだけど、その分防御力が低いからラカンが守ってあげてるね、こと。男の鏡だね。そう、見習って。痛いの嫌だから俺。他にもね、あとタンクとかファイターっていうのが担当するトップ。トップ。はい。まあ、剣とか持ってる大きいおじさん、そういうイメージ。あー。で、メイジとかアサシンがいるのがミッドっていう役割。あ、ミッド。魔法使いとか殺し屋みたいなのがいる。ああ。
あとこの森の部分を走り回るのがジャングルっていう役割があるんだけど、あんまり詳しくなくて、ちょっとそれは盤上お兄さんに聞いてね。ジャングルはそこまでじゃ重要じゃないっていう認識で大丈夫なのかなこれ。いやーどうかな、多分とても重要だと思う。聞いとこう。あ、こいつら可愛いな、ボコボコにしてるけど。これはミニオンっていうの。あ、バナナのお化けだ。あ、怒られるからやめな。この味方陣営から出てくるのが味方ミニオン、敵から出てくるのが敵のミニオン。当たり前体操だ。一応言っとかないと、うん、で一定の時間で湧いてて敵のネクサスに向けて進軍していきます。ネクサスってさっき言ったけど、それを倒したら勝ちのやつね。ああ、奥のやつね。そうで、一見ただの雑魚キャラみたいに見えるんだけど、このゲームではかなり重要なやつです。縁の下の力持ちだね。そう、例えばね、装備っていうのを毎回買わなきゃいけないんだけど、買うためのお金をもらえる。あと相手のスキルの壁になってくれる。さっきの緑コーラ投げられた時に盾にしちゃったり。ああ便利だね。そう、あとこのミニオンを利用してスキルを連続発動したりとか、ちょっと難しいんだけど本当にいろんなことに使えるんですね。ピクミンバリにけなげだね。そうね、このミニオンとかマップ内にいる中立モンスターを倒した数を CS って言うんですよ。で CS の数っていうのがキャラクターの強さにつながってくるから、よく指標に使われてますね。今 100CS しか取ってねとか。ミニオン倒した数が CS ってことは、その分の掛け算でお金が貯まってるわけだから、分かりやすいね。そうだね、実際にはチャンピオンをキルしたりしてもお金になるんだけども、そういったスコアを CS とか見ながら、この画面で確認しながら戦う感じかな。ああよくチカチカしてるの見たことあるよ。これ何やってるか分かんないでしょ。本人はね分かるよ、他のオーバーウォッチとかもやるけど、タブキーバババババってやつでしょ。そんな速度で一体何を読み取ってるのかって思うけどね。本人に聞いた方がいい。キーアリーチェハウス支配人またはオーナー、好きな飲み物ドデカミン。このマップをサモナーズリフトって言うんだよね。そうだね、ちなみにサモナーは私たちプレイヤーのことで、このチャンピオンたちを召喚しているっていう設定らしい。召喚してるの。召喚師ってこと。我々はそう、サモナー。へえ。だからあれね、右クリックでこっち行ってって言って動かしてるわけだ。ああそうなんじゃない、知らんけど。ちなみにこの道歩いてるでしょみんな、うん、でこの道をレーンって言うんだけど、上からトップ、うん、ミッド、うん、ボットレーンって呼ばれていて、序盤から中盤は主にレーン戦が行われる流れになりますね、はあ、で連戦っていうのは田んぼのこの道で各々行う戦闘のことだよ。そんなもん花からネクサスに向けてまっすぐ突っ込んでいくのはダメなの。それだと経験値効率が悪いんだよね。あ難しい話はしてた。ミニオンとかからの経験値が結局人数が多いと分散してしまうから、人数は少ないほど早く育つってことかな。なるほどね。だから連戦っていうのは終盤戦に向けてチャンピオンを育成する時間って感じ。例外としてさっき話したジャングルってポジションの犬は犬まあ犬もいて、この森の中にいる中立モンスターで経験値を得つつ、ミニオンの代わりにモンスターって感じで、連戦に突然現れて森の中からピュッて出てきてみんなの邪魔したりするのが仕事。ああ性格悪いやつがやるやつだな。そうです。ショップっていうの書いてるけど、これ毎回装備買い直すの？そう、さっきもちらっと話したけど、ミニオン倒したりチャンピオンを倒したりした時にもらえるお金で毎回適切な装備をね買うんだけど、それぞれのチャンピオンに大体適した装備っていうのがあって、相手のキャラクターとの相性とかも考えつつお金で解決するの。まあこのゲームロルってゲームはいわば RPG を 3,40 分で最初から最後までやるようなものかなって。うわ急にめんどくさい響きだな。まあ、大変なんだけどね、その分1回1回の密度がすごい高くて、勝った時はめちゃくちゃ楽しいよ。ああその分負けた時はゴミのような顔になると。まあゴミ。もしかしてこれマップって全部見えるわけじゃないの？よく聞いてくれました。あ池上彰先生、それは私のポジションサポートのロールの話につながってくるんですね。サポートって ADC のアタックダメージキャリーを育てて試合を勝たせることが目標だから、さっき言ってた CS ミニオン倒したりとかモンスター倒したりとかそういうのは一切取らずに全部 ADC に譲ってお金を稼いでもらうっていうのが仕事なんだよ。献身的で何よりです。ぴったりでしょ。じゃあ味方が頑張って CS を取ってる間、私は一体何をしているのかって話なんだけども、お茶をしているんですよね。お茶はする一番大事なのは視界を取ること。
そのままなんだけど、味方ミニオンとかチャンピオンの周りは明るく見えるんだけど、それ以外の黒くなってるところは何も映らないんですね。黒いとこからジャングルが飛び出してきてややこしいことしてくるってわけね。そう、ジャングルに限らず他のレーンで戦ってた敵チャンピオンが突然襲ってきたりもする。ああ楽しそう、まあ、結構厄介なんで、まあ、そういうのを防ぐためにサポートがいるのです。ようやく役割が見えてきたな。そう、このワードっていうアイテムがあるんだけども、これを置くとその周りの視界を取ることができます、はい、でこの6つしかない装備枠のうちの1つをこのワードに費やしてマップの視界を取ってチームの手助けをします、はい、装備っていうのは純粋に強さだから、その1つを視界に費やすっていうのは結構大事なことなんだよね。サポートは自分が敵を倒すことは喜びとせずに、味方を勝利に導くために全てを捧げる聖職者のようなポジションなんですね。少なくとも俺じゃねえな。まあそうだろうね。ちなみにワード自体はゲーム開始時に全員持てるんだけど、サポートが持つことができるステルスワードっていうのは、誰でも持てるトリンケットワードっていうのより長い時間置くことができて、スタックできる個数も違うんだよ。あ、そうなんだ。へえ、頑張り次第で敵の行動丸見えってことじゃん。そう、私がいかに頑張ったかっていうので、チームの視界の情報に差ができちゃうから、結構頑張んないといけない。へえ、よっしゃ、お祭り。お祭りです。こういう感じの4対4などの複数人で起こる戦闘のことを集団戦って言います。まあこれが楽しくてやってるみたいなとこちょっとあるとは思う。こういうね、バフをくれるモンスターとか、大きいドラゴンとかがいてね、あと建造物をゲットしたいときに集団戦が起こることが多い。睨み合いから始まって、誰かの足を止めるスキルとかが当たると戦闘開始の合図になるね。もう何が起こってるかわからん。実は私もあんまり分かってない。ダメじゃん。誰がわかるね。バンジョーさん。あ、質だけか。そう、だから強いんだな。そうなんで。熱いプレイが起きることが多いから、実際見逃せないシーンなんでね。テンポが速すぎる。プロの試合とかだとスローモーションにしてくれてるから、そういう時に一人のキャラクターを追ってみると分かりやすいかもしれない。このキャラクターの足を止めるスキルが当たったから、別のキャラクターの大技につながったんだとかね。ちょっと長かったけど、ロールの楽しさ伝わったかな。とりあえずいっぱい考えないといけないってことだね。ちょっとめんどくさいな。でもまあ、あのザヤってチャンピオンはちょっと気に入ったかもしれない。ちょっとヤタ君に似てるよね、カップル。まあ気に入ったチャンピオンのプレイ動画とか探してみるのも楽しいかもしれない。動画見てるとやりたくならない？私もまだ始めたばっかだし、ヤタ君も一緒にやろうよ。一回だけね。一回だけ？一回とりあえず一回やってみよう。一回じゃ分かんないよ。いや長いもん。40分とかでしょ。2回やったら80分で寝るもんね。寝るのは私。そうじゃん。まあそんなところで私も勉強しなきゃ。ということで、いかがでしたでしょうか。まるで寝起きのようなゆるさでしたけども、さてこのリーグオブレジェンドというゲーム、世界で最もプレイされているゲームなどと言われており、少し前にアニメがネットフリックスで配信され話題になっておりました。また日本のプロチームも世界レベルの競合に手をかけ大盛り上がり、今や有名なストリーマーや VTuber の方々もプレイすると。ただやはり見ていて何をしているかわからない、好きな配信者がやっているけども、せっかく見るなら楽しみたい、そんな皆様お待たせいたしました。ライトにロールを楽しみたい、最近始めましたの方々へ向けた動画、その名も動画勢必見サモナーズリフトの歩き方だ。それっぽいですね。今回はいわばエピソード0、基本の木ならぬ基本の K ということでね、次回はもう少し見栄えのするゲームプレイのお話ができればと思います。お楽しみに。それじゃあまたね。グッドボタン、高評価、チャンネル登録もよろしくね。